谷翔平さん、肘の手術でも全くバッティングが衰えない。大谷翔平が豪快140メートル弾初の屋外フリーで驚愕のホームラン率 48%。報道陣騒然。ドジャースの大谷翔平投手は日本時間13日、ベイアリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプ初のフリー打撃を行った。21スイングで10本の柵越えをマーク。推定140メートル弾もあった。映像やばくて草。ひえ、飛びすぎやろ。マジでアホほど飛んでるな。ゴルフボールみたいに飛ばすやん。スイングスピードってこんなものでいいんだな。よかった、肘やってから明らか打球角度低くなってたし。2019年も膝の怪我のせいで失速したの知らんで、術後は衰えるって言ってるやつ結構いたな。肘関係ないからな。手術の影響で今年はこけるって言ってたアンチの希望が一瞬で消えてしまった。素人質問やけど、フリーバッティングでもホームランってそんなできないもんなんか？ 48% がどれくらいすごいかわからん。60スイング中柵越え18発でもすごい。はい、大谷怪物やな。村上が先日のフリーで61スイングで17発だから、大谷がどれだけ異次元かわかるやろ。ホームラン率約半分って聞いたことねえな。今年も40本超えそう？今年は史上初の50本30盗塁の金字塔を目指してほしい。限界超えて60本40盗塁とか叩き出したらもう、無茶してんじゃないの？トミー・ジョン後の年クソやったやん。あれは膝痛めたからや。じゃあ札幌ドームのせいか。肘の状態いいらしいな。またエンゼルスファンの悲しみツイートで溢れそう。あいつらは実はドジャースファンも兼任してるんやろ。何知って、ドジャスタ以外は球場が極端なんだよな。クアーズとアリゾナはアホみたいに打球飛んでオラクルとペトコは打者地獄。バッティングにはあんまり関係ないもんなんやな。それとも大谷がおかしいのか。ハーパーも人体関係ない言ってたがな。解き放たれし大谷。